明けましておめでとうございます。なんでです。いやー、明けたな。今年も明けへんかと思ったけど、明けへん、明けたよな。意外と何年ぶり？4年ぶりじゃない？去年殺されかけてるからね。なんかあったっけ？クイが逮捕されかけてる。あ、そうやな。明けない夜が来たかもしれん。世からの可能性は無限大。2023年入ったということでね、こんな僕でもよくインスタグラムで DM とか送ってもらえるんですよ。でその中でやっぱり一番多い質問危険な国、一番怖かった国どこですかと。もう2022年終わってアップデートされてるんで、これをちょっと話したいと思います。行ってはいけないと言っても過言ではない国、何がやばいかっていうのも全部細かく話すんで、それをランキング形式でベスト3話したいと思います。情報は新しい方がいいということで、2022年行った中でっていうのも結構いいと思うね。だからもうそういう面でも話したいし、そのアフリカの方は行ってないんで、エジプトぐらいしか。ちょっと偏るかもしれないですけど、僕の動画で行った国の中で話したいなと思います。2023年、皆さんコロナも明けて、海外旅行ね、2022年からも行き出してる人多いと思うんだけど、2023年もっとさらに行けるようになるから、ここで僕が一回みんなに伝えることで、危険を回避できるかもしれない。行く国選びもできるかもしれない。逆に命知らずの人は逆にそこに行きたいって思うかもしれん。世界の旅を俺はもう進めていきたいなと思ってるから、もうこれを聞いて2023年のみんなの海外の旅に参考にしてください。第3位メキシコ。過去何回行ったかな、 3,4 回行ってんけど、アメリカのカリフォルニアから入国してんねんけど、いつも警察全員覆面。仕事中警察はギャングの人たちを捕まえなあかんやん。で、その時に捕まって、周りの人たちが警察の顔を見るやん。顔を覚えるやん。警察官がオフの時、行かれます。それもあるし、俺がメキシコの国境でグダグダしてる動画があんねんけど、渋滞しててさ、東南アジアとかで水とかお菓子とか売りに来るのまだわかるやん。メキシコやばい。まずテキーラって言うから、運転手に。これビビったで。もうテキーラはまだ可愛いのやねんけど、犬。子犬を売ってくる。で、もう子犬たちもボストンバッグみたいなのに入れられて、子犬たち震えてんねんね。命を商売として見てる国、一番大きな問題になってるのがメキシコの人身売買、誘拐ビジネス。これがやばいね。今軽い気持ちで行って舐めてたら誘拐されます。で売られます。マジでリアルなところが最近勉強できてんけど、声かけてもらって公開前のこの映画見せてもらってんけど、すっごいわこれ。リアルすぎる。めっちゃリアル。何がリアルかって言ったら、アクション映画とか誘拐映画ってよく見るやん。あれってリアリティがないねん。実話じゃなかったりするから。今回見せてもらった母の聖戦っていう映画はまず実話です。これを見たらほんまに危ないんやなって分かってもらえると思うから、結構俺の視聴者の人でも、あ、これやばいっすかみたいな、スラム街行きたいっすとか言ってる人おるけど、ほんま一回これ見てみて。ざっくり言うと、誘拐されました、娘が。母がそれを助けに行くねんけど、日本やったら警察に通報して、警察が頑張って犯人逮捕する。やんか。違います、メキシコ。まず、警察とギャング、グルです。めちゃくちゃ。もうお手上げやん。まずギャング怖い。頼れるポリスがもうグル。国もグル。どうしたらいいっていう話やねん。で、こっから母が頑張んねんけど、最終的にはえげつない展開になるっていうような映画やねんけど、2023年の1月20日に公開されるから、これ見て、南米行く人これ見て、ほんまに危険ねんから。もう僕が語るよりもこれ見てくれたら一番わかる。ほんまにこの世の中って金で動いてんねんなっていうのが改めて実感させられるな。それがメキシコ。今回キンキンでその映画を見させてもらったんで、改めてそう思ったっていうことで、ちょっとここにランキングに追加しました。第2位、もうこれええかめんどくさい、インドです。皆さん記憶も新しいと思うんですけど、えげつないカオスな国やったやろ。動画で映してないところもあんねん。ピー入れるで。もうこれが結構短いわ。めっちゃ勧誘が多い、誘惑が多い国です。あとぼったくり、客引き、詐欺めっちゃ多い。1日100件ぐらい声かけられる。でめっちゃ巧妙。俺が動画出してコメントでも書いとったけど、クアラルンティンエリア、あれやっぱないって、ありえへんって。であれどうやって、じゃあそこでそれかお金儲けんのみたいな。チケット別に無料って言っとったやんみたいな。旅行会社があると、そこで取ると。で旅行会社行ったら、これがエグいのが、ホテル取ってるって見せたら、もうコロナで潰れたよって言われるらしいんです。
え、じゃあどうしようって、あ、もっと江戸風呂紹介するって言って、ホテル紹介して、すごい全気の生活させるらしいです。コメントで言ってた。どんなに気をつけてても最後にやられましたとか、お金を取られたり、そういう勧誘があったりって、ほんまに多いんで、これ気をつけた方がいいと思う。2023年、インドに行きたいっていう人も絶対おると思うね。その人にほんまに言いたいことがある。マジで気をつけてください。すべてネットで完結させてください、予約は。絶対困られます。うまいです、嘘つき。詐欺師です。いいやつもいます。でも、それ見極めるのって俺らでも難しいし、ちゃんと正確にネットで予約をするとか、ちゃんとそういうのをした方がいいです。よく女性で、行けますかっていう声も多いねんけど、不正以外が多いと。俺が聞いた話では、バス乗ってて、女の子2人で旅してて、バスの中で全員に回されたっていう話を一回聞いたことある。だからそういうのもあるから、場所によったり、旅の仕方によって危険度は違うけど、ほんまに気をつけて旅をしてください。ということで、インドはね、危険とかもう殴られるとか殺されるとかそういう面じゃなくて、ちょっとランキングに入り込んできました。クセ強い国です。第1位。あ、やってくれるの。やったじゃん。キューバ。カッコジャマイカ。2カ国同時ランクイン。あんまりもう大きい声出したらな。ちょっと、タイチ君の先輩の新大久保のコワーキングスペースでちょっと撮らせてもらってて、ここはもうめっちゃいいな。俺らも来よ。事務所なくなるやろ、だって買ったら会社の前も行ってへんし。事務所も家もなくなるわ。なくなるやろ、うん。うん。だからもう、ここ来よ。やばかったもんな、キューバとジャマイカ。俺らの精神状態。まあ、ジャマイカは俺ら行った時にギャングが抗争してて、で、ダウンタウン街行くなって言われてて、行ったらちょっと怖かったな。動画にもあんねんけど、まあ、実際に、銃とかも、夜のクラブのイベントあるやん。文化でレゲエの。いい曲が流れたらパンパンってやる文化があんねん。どんな文化やねんと思ったよ、俺それ聞いた時。でも実際俺らも聞いたん、中世。で、酒も入ってるし、これも入ってるし、それが一歩こう向いたらどうなるかっていう。すごい、俺らも注意をした。まあそこからのキューバ、まあ、近いからね、そういうルート行く人多いと思うねんけど、そこでまず僕はここに×××ついてた。もう、そこら中にあるんで。で、着いたら着いたで、6時間拘束されて、ほんまに死ぬなと思った。俺今までで死にそうになったこと、トルコが1位やってんけど、イスラム国連れて行かれるやつ。キューバの逮捕されそうになったやつも、が多分俺1位に生まれ変わったの。あ、塗り替わったの。俺プリズンブレイクのキューバの刑務所見たことあるやろ。ある。毎日殺されてるやん人。あんなとこ俺収監されるのかな、また。キューバ入ったら入ったで、物価がもうめちゃくちゃやったから、インフレ率が 700% のインフレ率に関わり、円安に、もう重なって、俺ら最初の1日2日間、あ、ビール1缶1200円で飲んだもんな。通貨がぐちゃぐちゃすぎて、キューバペソが信用されてへんから、価値が全然ないねん。なので、行くんやったらドルかユーロ絶対持っていく。じゃないと旅行をマジで楽しまれる。2023年になってキューバは、もともと観光で利益を取ろうって頑張ってる国やねん。だから観光客に対してはめっちゃ優しいねんけど、2022年も観光がうまくいってへんから、観光客を狙った、金稼ぎっていうのがやっぱり増えてくるね。だから2023年に危険な国っていうところにランクインさせてもらってんけど、やっぱり物理的に危ないジャマイカと、これからマジで狙われやすくなりそうなキューバっていうので第1位にしました。ということでね、まあ、今回面白い話できたんじゃないかなと思います。2023年僕と太一君までね、旅続けてさらに情報アップデートしていくんで、2023年もどうぞよろしくお願いします。あと最初に話したの映画ね、 URL 貼り付けてくるんで、これ絶対見た方がいいと思ったんで、これは見てください。概要欄貼り付けてくれます。実はっていうのがマジ衝撃だった、鳥肌だったということでね、ランキング見てもらうと分かるんですけど、ほとんど南米でしたね。2023年僕ら大きな企画をやります。何をするかというと、南米縦断します。自ら危険なところに伝える。そうだから、もう余計情報アップデートされるよ、うん、南米ってやっぱローマンや。なんでかって言ったら人があったかいし、危険と隣り合わせやし、女の子が何よりも可愛い。だから南米縦断してバックパッカーの旅しよう。手段はちょっと考えるけど、みんな応援してください。みんなで応援してもらいながら旅をするような企画をしていきたいなと思います。2023年の目標ね、これ。南米中の美女を抱きます。僕はしっかり抱きます。それが夢です。実は僕もうアメリカにいるわけやったんですよ。実は2023年半年間アメリカに住もうと思ってて、本当は11月からアメリカで住んでる予定やったんですよ。でも今年も明けてるけど、まだなんで俺はここにおんねんと、鬱陶しいやろ。だってもういつまでおんねんと思ってるやろ、うん、キューバを1位にした本当の理由なんで、何やと思いますか皆さん。キューバに入国するとアメリカに
入国できなくなりました。今日も動画を最後まで見てくれてほんまにほんまにありがとうございます。概要欄にインスタグラム、ツイッター、サブチャンネルアカウントが貼ってるのでフォローお願いします。心からよろしくお願いします。ハングオーバー二日酔いという意味、マンペ旅アパレルブランドオープンしました。頑張って作ったので買ってください。そして売れ残っております。パチンコで買ったら買ってください。Yo depende de usted que no lo hagamos daño. ¿Cómo sabe que eran secuestradores? ¿Tiene alguna prueba? ¿Ver a una mujer a la cara y mentirle? Ya no la busque. No nos queda de otra. También a mí me puede pasar algo en cualquier momento. Yo solo quiero encontrar a mi hija. 娘は私が取り返す。母の聖戦。